五島緑は日本で出生したアメリカ合衆国のバイオリニスト。国連ピースメッセンジャー。総愛大学客員教授。母は五島節、士、17歳年下のイフテイはバイオリニストの五島龍。現代におけるトップバイオリニストの一人。バイオリニストとしての活動名義は緑である。これは五島自身が両親の離婚を機に名字を省いたのが起源である。 大阪府平方市出身。2歳の時、バイオリニストであった母、五島節が数日前に練習していた曲を正確に口ずさんでいたことからその音楽的才能を見出され、ピアノのレッスンに通わせたが、3ヶ月ほどで挫折。母方の祖母が3歳の誕生日プレゼントとして、1、16サイズのバイオリンを買い与えたのを機に、母親が少しずつ指導を始めるようになる。 3歳半より、独譜を含む、本格的なバイオリンの早期英才教育が始まる。6歳の時、大阪で初めてステージに立ち、パガニーニのカプリースを演奏した。1980年、8歳の時、演奏を録音したカセットテープを、ジュリアード音楽院のドロシー・ディレイ教授に送り、入学オーディションに招かれた。周囲の反対を押し切り、1982年、 母に連れられてとべジュリアード音楽院において巧妙なディレイ教授のもとで、バイオリンを学ぶ。同年12月31日、11歳で、ツービンメータ式のニューヨークフィルハーモニックとパガニーニの、バイオリン競争曲第1番第1楽章で、サプライズゲストとして共演して、米国デビュー。日本でもニュースになり、天才少女デビューという見出しで報道された。 1986年、今や語り草となった事件は、ボストン交響楽団と共演した、タングルウッド音楽祭で起きた。レナード・バーンスタインの指揮で、セレナード第五楽章を演奏中に、バイオリンのイ線が2度も切れるというアクシデントに、見舞われた。当時緑は3、4サイズのバイオリンを使用していたが、このトラブルによりコンサートマスターの4、4サイズのストラディバリウスに持ち替えて、 演奏を続けるも、再び、いい線が切れてしまう。二度目は、副コンサートマスターのガダニーニを借りて、演奏を完遂した。しかも、バイオリンの交換は、ソロパートの演奏がない、わずかな時間で行われ、演奏が止まることは、ほとんどなかった。これにはバーンスタインも、彼女の前に貸し付き、教嘆と尊敬の意を表した。翌日のニューヨークタイムズ紙には、 14歳の少女、タングルウッドをバイオリン山頂で制服の見出しが一面トップに踊った。また、この時の様子はタングルウッドの奇跡としてアメリカの小学校の教科書にも掲載された。1987年、15歳で自らの意思によりジュリアード音楽院プレカレッジを中退。1988年、 芸術選奨新人賞を史上最年少で受賞。早くから社会事業に関心を持ち、1992年には教育環境が行き届かない都市部の公立校に通う生徒を対象に音楽の楽しさを伝える非営利団体緑教育財団を設立する。その後もより地域コミュニティに根ざした。 ユニバーシティレジデンシープログラムとオーケストラレジデンシープログラムを次々に立ち上げる。2001年、心理学を専攻していたニューヨーク大学ガラティン校を優等で卒業。その後、同大大学院修士課程を修了し心理学の修士号を取得。2002年、緑教育財団とともにカルテットを編成し、無料のコンサートを開催している。2007年9月より、 日本人として、初めて、国連ピースメッセンジャーに就任。マンハッタン音楽学校の教授を務めた後、2004年南カリフォルニア大学、ソーントン音楽学校のヤッシャハイフェッツ記念教授に就任し、2007年より、現学学部主任教授を務めている。1年を通しての国際的な演奏活動に加え、全米原楽器教師協会の理事も務める。2014年、 グラミー賞の81の賞の一つで2013年に新設された最優秀クラシックコンペンディアム賞がクリストフ・エッシェンバッハ式、NDR 北ドイツ放送交響楽団によるアルバムパウル・ヒンデミット作品集に対して授与された。ゴシマはこのアルバムの全3曲中2番目の曲でソリストを務めた。2020年5月ブラームス賞受賞。 2021年1月にケネディセンター名誉賞。得意とするレパートリーは、モーツァルトやシベリウスの競争曲、パガニーニの24のカプリース全曲及びその他の競争曲、ベートーベニやフランクのバイオリンソナタ。また、エルガーのバイオリンソナタやシマノフスキのバイオリン曲集など、珍しいレパートリーの開拓にも意欲的。社団法人、会から、 以下のバイオリンを対応されている。ありがとうございます。